よっしゃ、行きましょう。続きでございます。ドラクエ4外伝。とりあえずは、はい、装備、全員分整えました。現段階での最高装備。と、あとは参加料の300円。こちらも動画外で貯めました。はい。じゃあ、行きましょう。早速。ルーラで飛んでも大丈夫かな。まあ、レベルもね、上がったんで、はい、前回挑んでからね、まあ、何本上がったかはちょっと分かんないけどね、1つか2つか分かんないですけど、まあ、上がって、ちょっとは、まあ、メドが立ってきたかな、どうかなというところ、それでもやっぱ不安は不安だね。まあ、火力面でいけばまた全然違ってくると思うんだけど、とりあえずは、そうだね、ギラ使っていくか。スクルド必須ですよね。よし、行こう。どういう作戦でいくか。まず一旦目防御してっていう感じでいく。勝ちたいね。Dランクでこれだからな。さあ、行きましょう。まあ、防御だな。まずはな。スクルト。まず一回スクルト貼ってから。だわ。いや、防御しても、これか。まあ、ダメージ食らわないぐらいがいいかなと思ってたけど。まあ、しゃあないね。ギラ。で、スフィーダ殴りで、またギラ。ああ、いいね、いいね。スフィーダ、いいね。いやー強いな。あのピンクのやつ狙っていかなきゃダメだな。ピンクのやつ。中魔獣。こいつ狙っていくか。で、回復は、ちょっと薬草で頑張ってもらいます。ポイミ。ちょっと MP 温存。よし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 。気持ち前よりは楽にいけてるかなという。そういう印象。気持ちね。それでも気持ちです。OKOKOK。鉄槍強い。で、薬草。OKOK。ポイミンが常に先に動いてくれてるから、ちょっと楽だね。気持ちの面でも楽。よーし、OK。OK。今までに比べて一番、まあ、ちょっと楽にいけたかなという印象。そしてここもまたきついのよね。きついんですよ。待て。ギラ、力ため、まあ、力ためなんぼ3か。うん、力ため、ギラ。待て。やっぱダメ。防御のスクルト。これが正解かな。オッケーオッケー。ダメージはカットできてるけど、もう一回スクルト行きたいな、これ。力ため、ギラ、スクルト。うわー、きつい。よし。オッケー。力をためている。あれも嫌な、ヒャド。オッケーオッケー。やれてるよ。なんとかやれてるね。で、また薬草を使っていく。どこから行く？あ、麻痺した。ちょっと待って。バトル終われば治るかな？麻痺。一番の火力が。ちょっとこれは、まずいんじゃないか。満月草なんてあったっけ？売ってたっけか？ちょっと。この段階での麻痺は困るな。よし、この亀がなんか固かった気がすんだよな。どうかな。よし、エスナ的な魔法ないしな。困ったな。いや、これワンバトル終われば回復してってくれることを祈る。これ、麻痺継続だと、ちょっとこれはハンデを背負うよ、これ。最後。うわー、マジか。
で誰から行くっていうことなんだけど、誰、いやもうスフィーダもこれ捨てるしかないっすよね。スフィーダも捨てるしかない。よし、やっぱあの右のやつだな。右のやつ狙っていかなきゃダメだな。浮遊獣、ちくしょう、スフィーダここで使えねえってのが痛えな。ルカナン、ちくしょう、もうスクルトで対応していくしかないな。それとも何ターンもこなしていけばどうですか。麻痺治らないかな。オッケー、ダメージ系のとこまで来た。ただこの状態異常がね結構めんどくせんですわ。結構ねめんどくせんすよね。ユージュってこれ木のくせにギラ効かねえのか。オッケーオッケー、こいつ倒せば、あとこの猫お化けみたいなやつ、魔導士、こいつだな。こいつ眠らせてくるからね。オッケーオッケー、ダメージはだいぶカットされるようになってるね。ラリホー、オッケー、ギラギラで殴り、ここギラ連打でもいいんじゃねえかなと思うけどね。オッケー、通常攻撃は効かないぞ。いけるぞこれ、いけるぞ。まだまだだまだだ、最後まで調子に乗っちゃいけない。よし、いける。スフィーダなしで、くそ、こいつ硬えな。バブリン、こいつやたら硬い。魔法の方いいか。まあまあまあ、二足三本だな。二足三本、めくそ鼻くそだなこれ。くそー、オッケー、いった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 、いやー、ようやくいけたこれ。D ランクでこれだぜこれ。おめでとうございます。見事3連勝したラミアスさんに C ランクに昇格です。商品として力の種、スタミナの種、賢さの種、素早さの種、命の木の実、不思議な木の実を、さらに賞金一重百戦もすげえじゃん。やった。あ、違う、セバスに、そっか、そうだよね、そういう話だったもんね。ちくしょう、金欲しいな。いやでもこれでどうかな、いけるようになったかな、ちょっと分かりませんけども。 OKOK、 でもまあまあいけたいけた、よかった。で、あとはさ、あれ行ってみたいんだよね、スゴロク。スゴロク一回行ってみたいんだけど、どうですか。確か500円ぐらい取られるんだったっけ。これ一回行ってみてんだよな。なかなか500円たまらんよね。あー、500円高えな。300円ぐらいだったらなと思ったけど。よし、じゃあちょっとね、あれだわ、ちょっと時間使わせてください。ここ500円貯めてスゴロク今回ちょっと行ってみよう。山奥。いやでもな、本編やるっつった、言っちゃったもんな。先にルーラ登録だけしてくるか、コナンベリーの。そうするか。まあそうこうしてるうちに金貯まるんじゃない。まあでもね、まあ、次の末といったらまたさらなる武器がインフレしてる可能性もあるからね。ちょっとなんともだよな、なんとも言えませんけどね。あー、そうだ、あとコドラもちょっと鍛えてみたいよね。オッケーオッケー、よーし、スクルトだ、知らねえな。スクルトの上から殴る、ひたすら。オッケー、多分いけると思うんだけどな、これで。どうですか？あ、いけない？ダメか。闘技場 D ランク勝ち抜いて。あ、オッケーオッケー。
それなら大丈夫でしょう。お取りください。オッケー。あーざーす。この下は何だったっけ？宿屋か。オッケーオッケー。じゃあ行こう。おいおいおい。俺 D ランクだぞ、お前。D ランカーだぞ。よーし、やっと行けた。そう、確かこの、これがアネールだった気がするな。確か。違ったかな？いや、アネイルだった気がするぞ。この砂漠の、ね、この越えた町で、その南があれだった気がする。コナンベリーだった気がするね。よーし、オッケーオッケー。クルド使いながら、あとホイミも使えば、まあね、もうあっという間に MP なくなっちゃう。またちょっと違う毛色のモンスターが出てきましたね。狩猟の騎士、骸骨剣士だこれ。狩猟の騎士じゃなくて骸骨剣士。こいつまた強そうだよね。ギラー、やらしいな。やらしいね。ルカナン、いやもう倒しきってくれればいいよ。オッケーオッケーオッケー、オッケー、全然やれるわ。77ゴールド、いいじゃんいいじゃん。これアネイルだと思った、確か。骸骨剣士、骸骨剣士だらけだな。いやギラ入らん。殴った方良さそうっすね。これルカナン地獄なるとちょっとまずいぞこれ。やべ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 。ルカナン地獄はやばい気がする。とりあえず回復数減らしていくことが大事。よし、主人公、俺もうラミアス回復だなこれ。回復に回らんとまずいぞ。オッケー。いやーこの骸骨剣士4体はちょっとやばいかもしれん。ダメでかかると痛い目見るなこれ。オッケーオッケー。もうお金いっぱいもらえるんじゃない？ 72 ゴールド、うん、まあ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 って感じか。あーやっぱそうだ、温泉の町アネールへようこそ。と言っても数年前から水しか湧かなく、え？マジで水しか湧かなくなって観光客もめっきり減ったの。マジか。水が湧くってまたどういうことなんだろうね。普通温泉が枯れるだったらわかるけども、水温が下がるってか。まあまあいい、まあいいか。はい、リバスト伝説のね、リバストの故郷だよねここね。昼間からバーに来るなんてお客さんも暇だね。暇って言うんじゃねえよ。酒どんな持ってこい、ウィーヒック。もう昼間からでもやってるバーか、いいな。鉄の爪、鉄の爪、スフィーダじゃないな、あっちか。あれよ、セバスか。セバスもね、連れてきたいんだけどな。やっぱヒーラーはホイミン使う手前、必ず一人誰か人間脱がさなきゃいけないからね。昔は有名な観光地だったらしいですが、今はもう見る影もありませんね。宿屋もガラガラですし。なるほど、ちょっと収入源がだいぶあれなのかな、なくなってきてんのかな。ちょっと待ってくれ。OK、アネール登録されてる。まあ、軽く情報収集して、一旦実家帰って休んで、もう一回アネール飛んできて、ここからまた南下してコナンベリーちょっとルーラー登録しに行こうか。うちの夫は武器屋もやってるんだけどね、町に人が来なくてほとんど稼ぎがないんだよ。この町にも見切りつける時期かね。この町出身の方ではないのか、どうなんだろうね。あ、これだ、温泉。あー、ちょっと温泉がしょぼくなっちゃってる。昔は温泉に入ることが日課だったんじゃがの、あー、もう完全に水になっちゃったんだこれ。寂しい、寂しいな。ここには大昔の英雄リバストが眠っているのですよ。あー、これよこれ、リバスト伝説ね。たくよ、温泉があるというから遠くからやってきたのに、ただの水が湧いてるだけじゃねえか。そんなこと言ったってしょうがないじゃねえか。
あー、これか？おー、違う。小さなメダル。ここにラミアスじゃねえや、リバストの墓があるっていうことなんですけどね。うん。リバスト伝説も実況してますのでね、もしよかったら見てもらえればなと思います。ドラクエ4リバスト伝説でございます。教会にある鎧すごいよね。お兄さんも見た。天空の鎧か？もしかして。そうかもしれん。昔はこの町の墓場には幽霊が出るっていう噂があるんだよ。リバストの霊か。と言っても誰かが見たわけじゃないんだけどね。あんたたちは幽霊の存在を信じるかい？いきなりオカルトチックな感じにね、なりましたね。あなた次第みたいな。信じるか信じないかはあなた次第みたいな。これ武器屋？これ武器屋？じゃあ道具屋か。キメラ買っとくかな、一応な。あー、いや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 、いいね、いいね。鋼の剣も売ってるな。高いな。くそー。鉄の鎧か、これ。いや、やっぱインフレしてますね。500円貯めてさ、スゴロクに使う場合じゃねえぞ、これ。まあ、そしてまたこれあれだよね。お金貯めて、この武器揃えなさいの、ターンがやってくるっていう。これは、温泉まんじゅう。と言いたいところだけど、温泉が湧かないんじゃねえ。そっか、この袋は？あ、種。よし。観光名物がなくなって、人も来なくなったんです。商売上がったりですよ。あ、裏でも買えんのか。OK、だいたい一周したんじゃないの？これで。うん。OK、OK。港町にコナベリー、南ね。そっかそっか、なかなか、厳しいか。あ、これか？おぉ、すごいすごいすごい。すごい鎧がある。そこにある鎧も昔は観光名物だったらしいんだけど、今となっては誰も見に来ないんだ。なるほど。神様、お願いですじゃ。もう一度お湯が湧き出るようにしてください。お湯沸かしゃいいじゃんね。まあ、維持費かかるからな。そこにある鎧は天空の鎧のレプリカ。レプリカか。本物じゃなかった。そんな簡単には手に入らんよね。選手としては一度は本物を装備してみたいものだ。レプリカか。古びた鎧が飾ってある。まあ、レプリカ言いながら、実は本物もあるかもしれないからね。まあ、まあまあまあ。まあ、いいでしょう。MP ちょっと不安だから、じゃあ、一旦実家帰って、実家でね、休みましょう。無料だから、宿泊費無料だから。OK、行こう。で、持って、もう一回、姉いる。あ、間違えた、間違えたー！もう、サントハイム飛んじゃった。姉いる。こっから南下します。確か、この海沿いにあったんだよね。港町っていうぐらいだから。骸骨剣士狙っていくでしょう、こう。骸骨でスクルトね。畜生でもスクルト使いながらね。戦うとなかなかきついよね。MP がさ、持ってかれちゃうからね。一つ目 PLO も嫌だな、これ。オッケー。イライヤだからね。よしよしよし。いいじゃない。77ゴールド。いいね。まあ、お金は前よりも貯まりやすい。貯まりやすいがゆえに、あれだよね。まあ、武器のインフレはしてるわな、当然。そう、この魔法がうぜえな。全体がうざいよね。まだキャドとかの方がまだいいけど。オッケー。ギラ、基本的にギラしかやってこないのかな、こいつは。一回スクルトなしで戦ってみてもいいかもしれんな。
ああ、ベホマ覚えた。ベホマ。早くねえすか。7か。7、5、35、4、6、4、12、7、7、4、12、6発。6発しか撃てまへん。あー、これだ、これだ、これだ。多分これだ。オッケー。あー、なんか、こういう感じだと思ったな。あー、オッケーオッケー、コナンベリー来た。よしよし。ここが世界で一番大きな港町。オッケー。未成年にお酒は出せませんよ。二十歳になってから飲みに来てくださいね。日本的な感じだね。俺たちは船乗り、うん、俺たち船乗りは、陸にいるより海にいる方が長い、あ、多いんだぜ。うん。船に乗ってるときはさ、まあ、酒は飲めないからね。こういうときに倒れるまで飲むんだよ。いや、持っていけばいいじゃん、酒。久しぶりの酒はうまいな。持っていけばいいじゃんね。掘り出し物、掘り出し物屋じゃ、他にはない特別なものを売る店。今売ってるのは馬車じゃ。おお、馬車あるんだ。大人数での長旅には欠かせない代物じゃよ。しかし、お前さんがそれほど仲間がいないようじゃの。それじゃあ馬車は必要ないね。他のもんによると、もっと仲間増やさなきゃダメなんかな。仲間増えてから来いってことか。いや、でもモンスター仲間にしてれば、なんか上限あるんだろうな。何人以上仲間になってれば、みたいな。人間キャラ3人で、ホイミン、スラリン、で、コドラ。で、6人か。これでもダメか。7人か8人か、いながらダメなんでしょうね。うわぁ、馬車持ってきてぇわ。仲間連れて行きたいもんな。仲間ほ、ちょっとな、仲間欲しいね。私は遥か北西のスタンシアルという国から来ました。私の国では、町中を船で移動するんですよ。ほう。美しいところですよ。と言ってみたらどうでしょう。一度の一がねえんじゃねえか、これ。今度とかね。ああ、オッケーオッケー、鉄の鎧来た。よしよし、一人分買わなくていいぞ。そこの部屋は開かずの間になっているんです。なんでも、昔泊まったお客さんが次の日骨になったとか、怖っ。鍵もらってからか。怖っ。いきなりなんか、ねえ、骨になってたってさ、そりゃねえぜ、班長だよ、俺。こんな宿屋泊まりたくねえよ、俺。ねえ、怖っ。私の夫は船乗りで、めったに帰ってこないのよ。それに帰ってきても2、3日でまた船旅に出るわ。いっそのこと、船で生活すればいいのにね。奥さんは、まあ、寂しく、ここで暮らしてるってか。武器屋あー、まあ、あんま変わってはいないな。クロスボウは非力なものにも扱える装備だ。魔法使いや僧侶などにはちょうどいい武器だな。なるほど。クロスボウ。まあ、でもみんな装備できるね。うん。はいはいはい。自動吸気ね。羅針盤浮きはロープ。船旅に必要なものは何でもありますよ。お客さんも船旅に出る際は、うちでお買い物求めください。地図欲しいけどな。長い船旅に出る方、食料はいかがですか？地図欲しいけど、地図はないのかな？こう船、ちょっとこれ2つ、ね、並んでるけど、もしかしてどっちかもらえるかもよ。ん？何かわしに言おうかの？はい。何？船を譲ってほしいじゃと？お、やっと回転が現れたが、このまま折れなかったらどうしようかと思ったわい。じゃあ早速取引と行こうかの。うわ、無理無理。1、10、100、1000万、10万、100万、500万。いいでしょう。なんとかの持ったらんじゃないか。見え張ったのはいいけど持ってない。うーむ。仕方ないの。ではおまけで、いや、無理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 。はい。ではこうしようじゃないか。わしの頼み事を2つ聞いてくれたら船をやろう。簡単に言うなら、2つのアイテムを取ってくるだけじゃ。1つは、裏切りの洞窟にある信じる。あ、持ってる持ってる持ってるよ。もう1つは、大灯台にある聖なる種火。あー、なんか記憶あるな。大東文化大学ね。この2つのアイテムを持ってきたら、船はお前さんのじゃ。どうじゃ、悪い条件ではないじゃろ。はい。そうじゃろ、そうじゃろ。では、詳しく教えよう。信じる湖から砂漠を抜けて、東に進んだところにある洞窟。もう行った、すでに。聖なる種火は、町の北東にある大きな塔の最上階。
信じる心がある洞窟には仕掛けがあっての最深部にあることは分かっておるのじゃが、階段が隠されているらしくての、持ち帰ったものは誰もいないのじゃ。いや持ってきた持ってきたよ、ここここ俺俺、聖なる種火は 大灯台の最上階で海を照らしておる火でな、決して消えることない不思議な炎のことじゃ。その炎をこのランタンに移してきてほしいのじゃよ。銀のランタン、なるほど。それでは早速頼むぞい。どちらにも魔物が出るからの気をつけるんじゃぞ。オッケー、わかったわかった。うん、あーすごい、なんか立派な船が並んであるけども、わしの孫はハバリアに帰るんでその見送りじゃ。ハバリア、これはハバリア行きの客船だ。乗船券がない人は乗れないぜ。なるほど、一度でいいからこんな風に乗ってみたいですね。いや僕もね、船旅一回やってみたいんだよな。青森北海道間のねフェリーはね乗ったことあるんだけど、豪華客船みたいなのにちょっとね乗ってみたいよね。いいな、欲しいなこれ。なんだお前たちは、これは俺の船だ、勝手に乗るんじゃねえ。誰かいるんだね船の中に。じゃあとりあえず今回ここまでにしておきましょうか。はい、じゃあ次回はですね、大東大行く前にちょっとお金ね500円貯めて、はい、もうは持ってるんですよこれね、お金貯めて、なんだっけ、スゴロク行きたいと思います。はい、スゴロク一回行ってから大東大目指す形になるかなと思います。はい、一発勝負でねちょっと行ってきたいと思います。ということで今回はここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。